はいどうも、ヒゲちゃんでございます。今日はねちょっと急遽ね動画を回してる感じなんですけど、今日はねトラックのこととか飯とかじゃないんです。ちょっと一つねチャンネルを紹介したいんです。本当はね、僕メインチャンネルの方ではちょっと違う、いつもと違うようなことあまりねこうしないようにしてるんですけど、今回だけはちょっとメインチャンネルでねご紹介させていただきたいと思います。まあ、いつもやったらねもう興味なかったら切ってって言うんですけど、これできたらポチッとしてくれたやったらできたら最後まで見ていただければ幸いでございます。で今日ねぜひともちょっとご紹介したい、チャンネルがですね、 YouTube チャンネルがいおひまチャンネル、いおひまチャンネルです。まあ、このチャンネルはね いおちゃんいおりちゃんっていうね、女の子とひまちゃん、ひまりちゃんっていう女の子、2人のねちっちゃい兄弟のね、まあ、成長記録みたいな、で本当ねもうまだ3本、今日4本ぐらい上がったんかな、10月の29日時点で4本目ぐらいなんですよまだね。でお姉ちゃんの方のいおちゃんがね、ちょっと生まれながらに、脳に障害を持ってる女の子で、で最近ね妹のひまりちゃんが、ひまちゃんができたと、生まれたというような状況なんです。で僕もちょっとね今ちょっと気持ちだけで喋ってるんで表現とかもしかしたら間違っちゃうかもしれないですけど、もう全然悪意はないのでそれだけはちょっとご勘弁ください。でこの動画をね見つけたのが登録チャンネルってね、 YouTube で登録してるチャンネル、って出てくるじゃないですか。そこを見てる時にねたまたまサムネの動画が出てきて、でこれ誰の動画なんかな、チャンネル名が夕暇チャンネルって知らんなと思って、3本その時出てたんですけど、でこう3本見終わった時のですね僕の表情がねこんな感じです。探偵ナイトスクープのね西田敏行さんが出てはった時のもういい動画だねー、いやーいい動画だねーっていう感じの表情になりましたね。もうなんかね泣き笑顔っていうかね、やっぱりそういうねなんか障害を持っておられる子供のやつやったら僕あんま見たことなかったんですけど、やっぱかわいそうってなるんかなと思ったんですけど、ほんとね全然こうかわいそうっていう感じがしなかったんですよね見終わった時に。でまあ2本目ぐらいかな、やっぱエコーのね映像でその当時のねもしかしたら病気があるかもしれないみたいな、そういうのもあったんですけど、そこはさすがにねやっぱ僕も子を持つ親ですから、やっぱあの時のが巡ってその時に病気かもしれない、病気があると思われるって言われたらやっぱりグッと来たんですけどね、そこはやっぱ涙流しながら。でもね普通の時のねいおちゃんの映像見てたらねこう、うん、うんってなんのよ。ほんとめちゃくちゃなんかもう前向きがねもう動画からバッてにじみ出てきてね、いやすごいいい動画やなと思って、で結局これ誰なのかなってなったんですけど、じゃあ元々のね視聴者さんがいいんかな、もう僕のライブとかにも来ていただいてコメントとかも来ていただいて、ご夫婦でね両方ともコメントとかライブに来ていただいたことがあるんですよ。でその方が奥さんが別のねジャンルで、動画をその時上げてはって、それで僕たまたま登録をしてたのが残ってて、で生チャンネル名変えて出てきたみたいな感じなんですよね。まあ実はパパさんね、このいおひまちゃんのパパさんは僕が前の会社の時に、バラ積みでね結構やっとったんで、その時ねいつもね実は会うてるんですよ、パパさんね横並びでね重たい水を何百ケースもね一緒に積み合った仲というかね、結構何度もねそうやって積み合って、でまあお互いね助け合いというか、まあ僕の方が助けられとったかな、終わりにねスポーツドリンクを差し入れてくれたりとかしてね、そういうのも覚えてますよ。まあ実はねそういう中でやっぱ僕もねその時のね恩返しと言いますかね、できることって言ったらこのチャンネルをね広めることしかできひんかなと思って、でね少しでも早くね、登録まだ100人ぐらいなんですよ、
あので登録す一日でも早くね1000人で4000時間っていうね YouTube をまあまあ収益化する条件があるんですけど、一日でも早くそれを達成させてあげたい、まあ、ちょっとでも微力でもね何かできるかなと思ってこれを撮ってるんです。でね、先にちょっと勘違いしてほしくないんで言っとくんですけど、これをまあ別にね紹介してくれとかで、まあ、収益化がどうこうっていうのはもう一切そんなことを言われたわけでもなく、僕も紹介していいですかって僕からね、パパさんに連絡、ちょっと久々やったんですけどね、連絡取って紹介させてもらってもいいですかって。でもちろんそんなね収益の話なんか一切してないです。その許可だけねちゃんと とかなあかんな思って、だそこだけは勘違いせんといてください。紹介してくれとかその収益のねそんなんどうこうとかそんな話は一切してないです。でもこれってね、まあ言うたら登録してもらって1000人行ってまあそうやって条件満たせば僕の中ではもう無料のね寄付行為になると思うんですよ。やっぱりね、子育て自体がお金かかるし、ご病気を持ってるお子さんおられたらね、やっぱよりお金もかかるしね、現実問題ね。だから本当みんなが無料でできる寄付みたいな形で見てもらったら、それが少しでもね収益みたいな形で入ったらいいんちゃうかなと思って。で全然ねそういうお金のやり取りした時にお金の話なんかしてないし、同じ病気をねパパさん言うとったんですよ。だから同じ病気をね抱えてる人らこうやってね前向きに生きてる家族もあるんやっていうのをしてもらいたいっていう、そういう思いでね発信してるって僕に言うてくれたんですよ。でうちら家族はね元気いっぱい元気もりもりですって。でまあ、今ね YouTube の仕組みって収益してなくても広告って入るんですよ。で広告つくんですよね、収益してなくても結局しようがしまいが。だからもしね1000人行ってよひまちゃんところがねするかせえへんかそれはもう全然僕も知らないしどっちでもいいんですけど、どうせつくんですよ。でそのつけたのは収益化してなかったらただそのまあまあ Google さんの方に全部行っちゃうんですよ。それだったら Google さんに行くんだったら少しでもねこっち来た方がね、ゆひまちゃんのところに行く方が僕はいいと思う。だからねこんなもうねこんな発信してもうなんか偽善者って言われていいんですよ。もう全然いい、もう偽善者やなこいつみたいなええかっこしいやなって言われていいです。もうそ何でもいいからとりあえずこれを 今見てくれてる人ね、そのゆひまチャンネルっていうのを知ってくれたらそれでいいんですよ。もう偽善者全然 OK です。でまあ私ごとですけどね、まあ私ごとなんですけど、うちの娘ね、ユーですわ。ユーも、あんな大きくね、今やったらもう僕にね、ウエスタンラリアットかましてくるぐらいね、元気なんですけど、実はもともとね、NICU って言ってね、まあ、新生児の集中治療室ですね。そこ、最初入ってるんですよ。で、なかなかね、こう、予定日来たけど、子宮口が開かなくて、陣痛は来てるんですけど、だからめっちゃ苦しい思いしてるんですよね。でそんな時に陣痛3日4日待ってもね、陣痛は来るけど子宮が開けへん状態の時にもうちょっと子供の状態が非常に危険だということで、まあ、緊急ね帝王切開手術っていう形でユーは生まれてるんです。でその時もね非常に、ちょっと危険な状態、呼吸も弱いっていう状態で、だから NICU に入ってるんですよね。だから僕も立ち会えなかったんですよ、仕事で。で行った時もその NICU に入って初めて見たんですよ。点滴はついてましたね。で送られてきた初めての写真は管が口に通ってる写真です、僕ね初めて見た時。で幸いにも 4,5 日ぐらいで NICU 出て、一般病棟に移れたんですけど、いや僕も最初行った時にねやっぱりその NICU でね名札が貼ってあるんですよ。ほんならいつ生まれたかって貼ってあるんですよね。じゃあやっぱり目行くじゃないですか、やっぱちっちゃい、ほんとねちっちゃい子、未熟児とかで生まれてる子とかがやっぱいるんで、めっちゃ長い、結構ちっちゃいけどやっぱ長いこといてはる子とかね、だからそういうのを見てきたし、やっぱその NICU ねとかで中でいてはる
ご両親のね気持ちも痛いほどわかるし、でもなんかそこの中ではね、やっぱもっと何て言うやろう、こんな前向きにいける人らがおるんやなっていうのも感動したしね。ちょっと僕正直その時は中にいてはる人気持ちはわかるんですけど、やっぱちょっと気の毒にっていうじゃないけど、やっぱ辛いやろなみたいなのはすっげー思ったんですけど、もちろん辛い気持ちもあると思うんですけど、こうやって前向きにいけるっていう家族をね、この夕暇チャンネルで見せられてね、見せてもうてね、まあ本当それで進めたいなと本気で思ったわけですよ。またね、夕暇チャンネルちょっと始まったとこやし、大変な中でね、上げてるんで、まだ4本ぐらいしかまだ上がってないんで、もう今やったら結構すぐ見れると思うし、できたらチャンネル登録をね、してあげてほしいんです。見てあげてほしいんです。僕サブちゃんとメインチャンネルとプライベートアカウントと3つあるから、もう3つ僕登録してるんですよ。だからね、できたら本当やっぱそういうね、管が入ってたり、唇がね、生まれつきちょっと割れるっていう合併症、そういう映像もちょっとあるんで、苦手な人はもうそれはいいです。そういうのがね、苦手な方もおられるっていうのはその夕暇チャンネルの中でも言ってたんで、まあ、そういう方はもちろんいい、もう見なくても大丈夫です、無理して見とは思わないんです。でも それもね、手術でちゃんと治るっていう、そのなんか医療技術のすごさっていうのもね、勉強できるし、いやー本当なんかもう喋り出したらね、めっちゃいいとこいっぱいあってね、もうイオちゃんがね、まあ、ひまちゃん妹をね、まあ、見る目がね、なんかもうめっちゃお姉ちゃんなんですよ、すでに。ということでね、僕が勝手にやってるね、その無料の寄付みたいな形になると思うんですけど、チャンネル登録と見ていただければそうなると僕は思ってるんで、応援してあげてほしいと思います。お願いします。おっさんの頼み聞いたってください。お願いします。ご視聴ありがとうございました。